スケノブ駅は、静岡県浜松市中区助身町にある、遠州鉄道鉄道線の駅。駅番号は05。相対式ホーム2面2線の高架駅。直営駅であり、駅舎がある。夜間は、列車交換を行っている。駐輪場は高架化に先駆けて2012年7月より、高架下に仮設のものが設置されているが、最終的には、駅西側に設置される予定。 新浜松駅や和田駅の降下改善は交差点を挟んで南向かいに設置されていた。また、地上駅時代には、遠州鉄道では最後となった反転フラップ式案内表示器を設置していたが、2005年度より始まった遠州鉄道鉄道専攻化化事業完成後に消滅した。なお、同事業完成前には、島式ホーム一面二線だった。 高架化に先駆け、2012年2月より、仮駅舎に移転していたほか、駅東側に存在した立体駐輪場も2012年7月より、仮駐輪場に移転している。1985年12月1日から2012年2月28日の駅舎開業当時の地名が由来。スケノブの由来は定かではないが、スケノブという。 名前の刀鍛冶や武士がこの周辺に土着したからという人名説がある。2019年度の乗車人員は51万790人、校舎人員は48万4752人である。主として通学、通勤用に利用される。1980年度以降の乗車人員及び、校舎人員は次の表の通りである。駅周辺には住宅街が広がる。 道路を隔てた私有地駐車場に地上区間の降下切り替え前に使用されていた遠州助信駅の駅名標が保存されている。以前は少々歩いたところに浜松赤十字病院が立地していたが現在は遠州小林駅近くに移転している。ありがとうございます。